皆さんこんにちは。上総市長の神田武史でございます。ようこそ市長室へ。8月号、今回はこの度西日本を襲いました平成30年7月豪雨災害、これに対する上総市の支援についてお伝えをさせていただきたいと思います。まずこの度この豪雨災害で亡くなられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災されたすべての皆様方にお見舞い申し上げたいと思います。同様の豪雨災害を経験している上総市としてもできる限りの支援を継続して行っていきたいと思っております。今回はこれまでに上総市が行ってきた支援についてまとめさせていただきました。まず職員、上総市の職員でありますけれども、広島県内に派遣をさせていただいております。国立環境研究所の依頼によりまして、7月の13日から20日、そして第2弾として23日から27日まで、災害廃棄物の処理に詳しい職員1人を派遣させていただいているところであります。またボランティア派遣としまして、岡山県の倉敷市、7月の17日、これは市と社会福祉協議会で一緒になりまして、市内だけでなくて市内外から市民の皆さん、そして上総市の職員とともにバス1台で、大きな堤防決壊を受けました岡山県倉敷市真備町の方に向かいまして、18日19日の2日間現地で家財の運び出し、泥かき等々のボランティアをさせていただいております。こちらに関しては第2弾、第3弾と継続して行っていきたいと考えております。そして支援物資等々でありますけれども、こちらは広島県の呉市、こちらに7月の12日甚大の被害があった呉市の方に茨城県トラック協会上総支部のご協力を得て支援物資を送らせていただきました。市内の NPO、 上総市内の NPO の皆さんも現地に入っておりまして、その情報をいただいて土のう袋、給水袋、そして消毒液やタオル、マスク等々を送らせていただいております。またお金、こちらも大事ですけども、お金の支援、こちらもさせていただいております。ふるさと納税の代理寄付といいまして、広島県呉市、この7月13日に広島県呉市に対するふるさと納税の代理寄付受付を開始をいたしました。被災地は自治体も職員も人命救助または避難所運営、こちらが大変でありまして、そういったふるさと納税の受付業務、これも大変な負担になってきますので、そこの部分を上総市として代理で受領させていただいて、広島県の呉市の方に全額納付させていただこうということで、お預かり業務をさせていただいているところであります。またこのふるさと納税では、上総市のに対するふるさと納税、こちらに関しても被災地支援パートナーシップというものに参加をさせていただきまして、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、京都府、兵庫県、鳥取県、岐阜県の8府県の自治体にこの寄付をいただいたうちの 3%、 これを寄付する制度に加入をさせていただきました。このほかにも私自ら三つ街道の駅、または霞、または石毛のトライアルで募金活動、または市役所の各場所に募金箱も設置をさせていただいております。どうか同じ被災を経験した上総市民の皆さんのご支援、恩返し、こういったものも引き続き継続して支援をしてまいりたいと思います。いずれにしても大変な災害です。同じ経験をした上総市として恩返し、そしてできる限りの被災を経験した自治体だからこそできる支援を継続して行ってまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いしたいと思います。